こんにちは。歴ショックです。今回は、家康の父、松平広忠の生涯について紹介します。松平広忠は、父、松平清康が三河の国で勢力を広げる中成長しましたが、9歳の時に父が突如として亡くなり、自分も岡崎城を追放されるという困難に見舞われます。その後は、家臣たちの活躍もあり、城主に復帰しましたが、今川、織田の二大勢力に囲まれ、敵対する一族もいる中、徐々に追い込まれていきます。息子の家康も織田氏に人質に取られ、家康を見捨ててまで織田氏と敵対し、勢力回復を図る非情さも見せましたが、志半ばにして家臣に襲われ、若くして亡くなりました。今回は、三河統一間近だった松平清康の死が、広忠に与えた影響、没落した広忠が、どのようにして、今川氏傘下の一国人の地位にまで落ちていったのか紹介します。9歳にして父を失う。広忠の父、松平清康が亡くなるまで。松平広忠は、1526年、当時15歳だった松平清康の長男として生まれました。兄弟には、後に広忠に仕える松平信康、徳川家の菩提寺、大樹寺の住職を務める上祐の二人の腹違いの弟がいるほか、徳川四天王、酒井忠次の妻となる薄井姫も妹にいます。父の清康は、12歳の時に先代の松平信忠を強制的に隠居させる形で家督を継承しました。しかし、まだ若かったことから、清康の叔父、松平信忠が松平氏の本拠、安城城の城主となり、清康は追い出される形で、松平氏が新たに獲得した山中城に移動します。松平氏は二つに分裂する形になりますが、清康は山中城から勢力を拡大していきました。1526年には、対立する松平一族の松平正康を屈服させ、岡崎城を奪い、新たな本拠地とし、かつて自分を追い出した松平信貞を上回る勢力を築いていきます。広忠は、松平氏が清康のもと、勢力を拡大している最中に生まれ、松平氏の勢力拡大とともに成長していきました。もっとも、清康は、叔父の松平信貞とは表向きは協力関係にあり、信貞が主導して、松平氏の勢力は、隣国の尾張の国まで広がっていきます。松平信貞は、清康と尾張の織田氏に領属する格好となり、織田氏の清洲城にほど近い森山城まで進出していました。信貞は、織田信長の叔母にあたる織田信秀の妹をお妻とするなど、織田氏とは深い縁を築いており、後に織田氏に通じる信貞との対立が清康を窮地に陥れることとなります。また、清康は領国拡大を進めていたこの頃から、たびたび家臣に襲撃され、命の危機にさらされていました。清康は、後の三河武士に見られるような家臣の絶対的な忠誠心を獲得できておらず、常に暗殺の危険にさらされながら戦いの日々を送っていきます。その後も清康は三河各地へ出兵し、勢力を広げていきますが、清康の勢力拡大には京都の室町幕府内部の対立が関係していました。当時の幕府は、11代将軍足利義澄の子で、12代将軍の足利義晴、その弟の足利義綱の二人が争っており、これに関連細川氏の内部争いも加わり、有力大名が二分されて争っていました。清康は義晴派として、三河の義綱派、さらにはその背後にいる義綱派の大物、駿河の今川氏と対立していました。当時は、織田氏も義晴派で、守護代の織田達勝は、近江に逃げていた将軍義晴を支援するために上洛するも、京都は義綱派に支配されており、織田氏も義綱派に寝返ってしまいます。清康は、寝返った織田氏を牽制するために、尾張に出兵するようになりますが、織田氏との対立は、同族で、織田氏と手を組む松平信貞との対立を招いてしまいました。信貞は、清康の三河平定戦にも参加しないようになり、清康に従っていた水野氏などの勢力も、次第に信貞側につくようになります。清康は敵対姿勢を見せる信貞を討つために尾張の森山城まで進軍しますが、水野氏などの近隣勢力が敵対姿勢を見せたため、家臣たちは清康に撤退を進言しました。しかし、清康はこれを拒否し、
しまいには宿老の阿部定義が離反するという噂まで流れるほど家中は混乱します。中心の定義は離反する気は毛頭なく、息子の弥七郎にもし自分が誘殺されたらあらかじめしたためた聖書を出して無罪を訴えるように指示するほど事態は緊迫していました。翌日、清康の陣中で馬が暴れていたのを父が殺された騒ぎだと勘違いした弥七郎が清康を刺し殺し、清康は24歳の若さで命を落としてしまいます。清康の死は織田氏松平信貞による暗殺だったともされており、家臣の信頼を得られなかった清康は志半ばで果てることとなってしまいました。清康の死により松平軍は崩壊し、森山崩れと呼ばれる大敗を喫することになります。この時広忠はまだ元服前の9歳で、岡崎城で父の帰りを待っていました。ですが清康の死により三河統一の道まで見えていた松平氏は一気に没落し、広忠は波乱万丈の生涯を送ることになります。岡崎城を追放され流浪の身となる。家督相続後の広忠、森山崩れによって尾張の国まで進撃していた松平氏は岡崎城に撤退します。一方清康を葬った松平信貞も松平軍の撤退が当面の目標だったためすぐに追撃することはありませんでした。しかし清康の死から1週間後には織田氏の支援を受けた松平信貞の軍が岡崎城にまで攻め寄せてきます。松平氏は清康の弟松平信孝を大将に防戦し、井戸野の戦いで信貞勢を食い止め和議に持ち込みます。しかし信貞は清康の祖父で隠居していた元当主松平長親を騙し岡崎城を接収してしまい、広忠は岡崎城を追放されてしまいました。こうして広忠はわずか9歳にして三河一の大名の跡継ぎから流浪の身へと転落してしまったのです。広忠は息子が清康を殺害した責任を感じていた重臣の阿部定義らわずか6人ほどの友と共に、阿部定義の側室星安氏の勢力がある伊勢に逃れたとされます。一説には三河湾に浮かぶ篠島にいたともされ、後年尾張藩の流刑地となる篠島に松平信貞によって流刑にされたとも言われています。その後阿部定義らの尽力により広忠帰還工作が進められ、定義の弟阿部定次らの手引きで船で遠江の国に渡りました。広忠の脱出には浜松方面に勢力を有していた吉良持広が関わっており、さらには駿河の今川氏も吉良氏を通じて広忠を支援していたとされます。今川氏はかつて松平氏とは敵対していましたが、広忠が岡崎を追放されたのと同時期に駿河でも今川義元が新たに当主になっており、松平氏と同じ義春派に方針転換していたのです。遠江の国に入った広忠はここから各地の勢力へ味方になるよう書状を出し、岡崎城にいたかつての家臣たちも味方に引き入れることに成功しました。岡崎城の家臣たちは織田氏と結ぶ松平信貞ではなく今川氏吉良氏と結ぶ広忠を支持したのです。最終的には隠居の先代松平長親が信貞と広忠の和睦を取り持ち、信貞は岡崎城を退去し、広忠は1年ぶりに岡崎城に帰還を果たしました。帰還の翌年には広忠は10歳で元服し、復帰に一役買った吉良持広が烏帽子親を務め持広の一字をもらうなど、吉良氏今川氏との連携を深めていき、尾張の織田氏と対決していくこととなります。一方織田信長の父織田信秀は広忠が復帰した頃からかつて松平信貞が結んでいた守護代の織田辰勝や名古屋の今川氏の勢力を侵略していき勢力を拡大していました。織田氏の脅威が間近に迫る中、広忠は尾張三河の国境の領主水野氏と同盟を結び、15歳の時に水野忠政の娘織田井の方を正室に迎えました。広忠は織田今川領主に従属する水野氏を通じて織田氏との停戦を図ろうとしていたとされます。結婚の翌年には長男の家康が誕生しますが、大勢力に挟まれた広忠はさらなる困難に直面することとなります。今川織田の間で生き残りを図るも家臣によって殺害される。広忠の最後。
家康が生まれた年の1543年に、広忠は自分の代理として駿府に出向いていた叔父の松平信孝を突如として追放し、その領地を接収しました。これは、信孝が水野氏と結んで今川氏の勢力を三河の奥深くまで引き入れ、自身の勢力の安定を図ったのに対し、広忠が反発したためとされます。また、松平家中では、広忠の岡崎復帰に功績のあった安倍定義など、譜代家臣の発言力が増しており、信孝のような松平一族の地位は低下していました。松平氏は、それまでの一族連合から、当主のもとに家臣が集う、戦国大名的な組織へと変貌しつつあり、一族で、広忠に並ぶ力を持つ信孝の排斥につながったとされます。この方針転換により、広忠は水野氏と断交することとなり、於大の方は、結婚からわずか2年ほどで、生まれたばかりの家康を置いて、松平家を後にすることとなりました。この後、広忠は、渥美半島で勢力を増していた戸田氏と新たに同盟を組み、戸田宗光の娘、牧姫を新たに正室に迎えます。しかし、結果として今川氏と対立する道を選んでしまった広忠は、今川、織田領主に加え、水野氏や松平信孝から対立する一族など、四方八方に敵を抱えることとなりました。同盟相手の戸田氏も、今川義元に攻められ、本拠地の田原城は守りきったものの、同盟相手としては到底頼れない状態になってしまいます。四面楚歌の状況に陥る中、広忠は織田信秀の侵攻を受け、弟の信康を失う大敗を喫し、かつての本拠地、安城城を落とされてしまいます。織田氏の侵攻は安城城では止まらず、岡崎城にまで攻め込まれ、広忠は降伏を余儀なくされました。通説では、家康は駿府の今川氏に人質に出されるところを、戸田宗光の裏切りで、尾張に騙されて送られたとされています。しかし実態は、松平氏が織田氏に全面降伏したこの時に、直接松平氏から織田氏に人質に出されたものと考えられています。こうして織田氏に屈した広忠は、その後、家康を見捨て、今川氏に近づくことで勢力挽回を図るようになりました。広忠は、今川氏の手先として織田氏と戦う道を選び、松平救援を名目に三河へ侵攻した今川軍は、1548年に安月坂の戦いで織田氏に大勝します。この勢いを背景に、広忠は敵対する松平信孝を討ち取り、今川氏の庇護のもと、松平氏内部の抗争を鎮めることに成功しました。しかし、安月坂の戦いでの勝利の翌年の1549年、広忠は22歳の若さで急死してしまいます。死因は病死とされてはいますが、家臣の岩松久弥に村正の脇差しで刺された傷が悪化して亡くなったともされており、親子二代にわたって家臣の手で殺害されることとなってしまいました。広忠が亡くなった時には、家康はまだ織田氏の手の中にあり、他には子はいなかったため、松平氏は当主不在の緊急事態に陥ります。残された家臣たちは、尾張にいる家康の奪還を最重要課題とし、今川氏の助力を一層求めるようになりました。今川氏はこの要請に応え、大元節祭を大将に、織田氏の三河最後の拠点、安城城を攻め落とし、城主の織田信広を捕らえ、人質交換で家康を取り返すことに成功します。この時家康は6歳で、今川氏からの自立は到底考えられず、家康は今川一門の築山殿との結婚が予定され、駿府に送られ、今川親類宗に組み込まれていきました。こうして、広忠が若くして亡くなったことで、松平氏は完全に今川氏の支配下の一国人の地位に落ちてしまい、家康は10年以上の月日を駿府で過ごすこととなるのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。